ホーザ・フォール・ン・ドリームズは、アメリカ合衆国ミシュガン州出身のメタルコアハードコアバンドである。2012年まで、ライズレコードに席を置いていたが、その後、アーティリーレコードに移籍2014年に入り、現在は再び、ライズレコードに加入している。2015年6月に来日し、東京、名古屋、大阪、 横浜の4都市にて公演を行った。2003年に、アーロン・ロン、クリス・アッシュ、アンドリュー・トカチク、クリス・クロール、ジム・ホッキングの5人で結成。当時はデスコアバンドとして活動していた。ランシングでのライブ活動の後、ロンと入れ替わりでアンドリュー・ユールがボーカルとして加入。そのメンバーで最初のセルフタイトル EP をリリースおよびライブを行った。 その後も多くのメンバーの変遷を経て、2007年に3枚目の EP となる New Beginning をリリースする。この作品以降、当時ベーシス,ストを務めていたチャド・ルーリックがボーカルを取ることになる。その後、マーカス・モーガンが新しいギタリストとして加入し、2008年にライズレコードより初のフルアルバム Changes をリリースする。しかしこのアルバムのリリース後、 ルーリックが脱退してしまう。バンドは新たに、フロム・アン・ナ・ザ・ギャローズでボーカルを務めていた、ディラン・リクターを迎え、2009年に2枚目のフルアルバム、リレントレスをリリースする。2011年2月、トカチクがザ・ゴースト・インサイドでの活動に専念するため脱退。同年5月、ア・デートルメンバーのギタリスト、トム・デニーをプロデューサーに迎え制作した、サードアルバム、 バックバーナーをリリース。2012年7月、デニーを再びプロデューサーに迎えた、ホースアルバム、ウェイステッドユースをリリースする。この作品以降2013年まで、アーティリーレコードに席を切り替えている。2013年1月、リクターがバンドの脱退を宣言すると、翌月の2013年2月に、ルーリーックが5年不利の復帰を果たす。また、ルーリックに次いで、 ドラマーのトカチクも復帰した。3月には、ライズレコードに再移籍する。2014年1月、ライズレコードより、ルーリック復帰後初のフルアルバムであるフィフス、ヘビーハーツをリリース。2018年2月、シックス,ス、シックスをリリース。ありがとうございます。